平安時代半ば過ぎまでは僧侶以外はひげを生やすことが一般的であったようだが、その後徐々にひげを剃る風習が広まり始める一方で、武士はひげを蓄え続けていたそう。そして現代は手入れしたひげはファッションの一部というハイセンスなおしゃれの小道具として、戦国明治に次ぐ3度目の流行となっている。この業界でも数多くのひげを蓄えた奴らがいるのだが、その女にモテようとする悪しき風習を見直すべく、巨人ファンでおなじみの木村魚拓がひげ刈りを行う。俺以外なひげはいらねえんだよ。はい。ということで、はい、新番組が始まりました。ひげの演者をですね、こちらで集めてみましたので、こちらをちょっとご覧ください。汚ねえ奴らだな、まあ、これ上から見てくださいよ。松本バッチ、ヒゲンジン、伊藤真一、名前が出てこねえ。ガリゾーさん、マコト君、ヤングさん、マリもこれヒゲあるか。下にちょっとあるな。これ全員ヒゲ剃ってもらうかな、一人残らずで。パチスロ演者は紳士タレということで。紳士タレ、ちょっと待って待って待って、え、俺以外、ちょっと待って、俺以外一人ずつ買っていこう。はい、こいつら誰から行くか。キャスティングは今から電話で決めるということで。じゃあ出たやつ、じゃあまずは松本マッチから。お、これ出てしまったらもう強制連行ですからね。じゃあまずはマッチからです。命ぐらいしたな、お前。あー、緊張するな。出ないっすね。じゃあ次は、ちょっとまあ、今難しいですよ、会社が絡みで難しいんで、こっち行きますか、話。今が18時ぐらいなんで、出てもおかしくないですからね。ちょうど仕事が終わってからでしょ。そうですね。家の手入れしてんじゃねえのか、これ。命拾いしたな、お前も命拾いしたな、おい。出ないわ。じゃあ、こう来たんで、こう行きましょうか、真ん中。出るかな。辛抱強く3人集まるまでやりますからね。伊藤さん、おい、明日空いてる？明日、はい、何時くらいですか？ああ、6時。6時、6時、夕方ですか？いや、朝。うん、じゃあ6時に東京駅ね。よろしく。よし。これで一人捕まりました。6時東京駅ってだいぶ待たせることになった。まあいいか。次どこ行きましょうか。牛尾さんあたり行ってみます。牛尾さんあたり行ってみましょうか。じゃあ牛尾さん、はい。この業界の中で牛尾さんが一番電話と LINE のレスポンスいいんですよ。珍しいな。もしかしたら奥様と映画見に行ってる感じありますね。9割以上出るんだけどな。僕選んでみていいですか。はい、ヤングさんって言いますね。ヤングさん、連絡先分かるかな。ヤングさん、登録なんだろう。登録。いや、あるはずなんだけど。あ、これだ。
お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。明日空いてます？え？明日。何のこと？明日空いてますか？いやいや、え？明日。空いてますか？空いてるけど、なんか空いてるって言いたくないな。じゃあ、東京駅に6時お願いします。よろしく！空いてるって言いたくないって今のとこ伊藤真一さん、広志彌君すごいメンツになりましたね。もう一人どうしましょう。もう一人じゃあザ・ヒゲって方をちょっといいですか。ザ・ヒゲ、ザ・ヒゲ一番ヒゲが濃そうなのは、いや、あのガリゾーさんなんですけど、あの一生懸命気配薬飲んでですよもうちょっと泳がせたいなっていうんで、リノ君はどうですか。あ、確かに、はい、業界入った時はヒゲありましたもんね。おリノ君はお久しぶり。明日空いてる？明日。あ、じゃあ東京駅に6時ね。朝6時、東京駅によろしく。3人使われました。伊藤真一さん、広志彌君さん、ジャンバリドット TV のリノ君。この3人のまずはフィギュアを買ってやろうと思います。よろしく。ヒゲガリじゃねえ。何ですか。何急に飲み込み具合が我々の。全然分かんない。いきなりさ、説明しろお前。じゃあ説明しましょう。まあ、コウがこれだけいたんですよ。あ、すごい。ああ、そうそうたるメンバーが。全員ヒゲちゃんや。そうなんですよ。ああ、読んで字のごとく、負けたやつがヒゲを剃る。ヒゲを刈られるっていう番組なんですけど、あの、で、俺、まあ電話しました。あの知名度のある方から順にお前なんか意味合い生じるようなこと言うなよ。ちなみにヤングさん何番目に電話したんですか。え、言っていいですか。ちょっと聞きたいなと思って。ちょっと聞きたいです。ことごとく断られまして、はい、ほぼ最後のっていう暇な人たちってこと。そうなんですよ。確かに、はい、この辺はもうみんな忙しいですからね。これもダメ。あ、これもダメ。これヒゲでいいじゃん。ちょっとあるんですよ。ちょっとあるんですよ。ヒゲのイメージありますよ。いや、あんまないけど、ね、とかってやってたらもうこの3人になっちゃいました。あ、なっちゃいました。よかったです、よかったです。パチャンの、はい、あの看板番組にすべく。あ、これがこれはもうヒゲ狩りです。ヒゲ狩りがですか。今日誰がヒゲ剃られんのかなってみんな楽しみに見るの。見ねえだろな。どうでもいいだろうな。誰が誰のヒゲ剃られようが特段何の興味もないはずですよ。いやいやいや、あるよね。ほら、まあ、そういう言うしかないでしょ。ほらほら、無理くりして、まあ、そういう時はね、いらっしゃいますけど、ある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 って言ってほしいですよね。みんな興味あるかな。いや、すげえ言わせてる。負けたやつがヒゲ刈られるってこと。ただそれだけです。え、じゃあお前も入ってんだよ。もちろん。え、なあ、魚拓さんもなんすか。入ってます。じゃあお前が剃って終わりかもわからへんよな。おお、そうですよ。番組終わらしてやんよ。あ、すごい、初めて来た。俺が負けたら張り切ってんだって思った。爪痕残さなきゃと思って。よっしゃー。だめ。次回から急にヒゲ生えてないやつにヒゲ生やさせる番組になるかもわからへんからな。おいしおきに打ちたい。え、いや、打ちたいの前に何をすんのかって話だろうよ、ジジイ。打ちたい。だって打たないわけないだろ。だって打つやろ。だから俺はしおきに打ちたいっつってんの。なあ、俺お前と一緒に打ちたくないの。正直なんで。なんかもうめんどくさいからさ。いや、何が、あの、まあ、すぐちょっかいとか出すしさ。何、ね、俺小学生じゃねえんだよ。いろいろされるんだよね、いつもね。いつも打ちましょうよ。僕5です、5番です。5番です。あ、でも待ってます、お三方待ってます。一回北斗行きね。一
回北斗っすか。絶対ちょっと待って、ギョダさん、はぶらないでくださいよ。絶対俺一人じゃないですか。一緒に打てねえじゃないですか。まあ、確かに座れる番号ではあるから。え、ちょっと待ってください。だって僕、一人になるじゃないですか、絶対に。俺はなりたい。俺はなりたい。やめなさいよ。読んでる。じゃあ、行きます。先行きますんで。待ってますんで。じじいの重りが大変ですよ、これ。じゃあ、だからいいから、ほっといて。ほっといてもらっていいから。下調べしております。前日が5月5日でジャグラーが強いじゃないですか。普段アイムジャグラーぶっこ抜いてました。その代わり北斗前代でした。クソ出てました。20代まずは岩田さん、どうした。あの北斗は抑えましたが、はい、もう満台なので全然カバネリとかハーデスはいけます。ハーデスは全然いけます。いいよ、じゃあ北斗で俺ハーデスから。いや、待ってくださいよ。いや俺も連れてくださいよ。なんでそんなこと言うんですか。じゃあとりあえず一旦並びましょうよ。一旦じゃあハーデス。ハーデス、分かりました、はい。ジョジーさん、はい、そこです。はいはい、取れちゃった。確保できましたね、誘導できました。ありがとうございます。いや、ジジー浮いてるじゃん。ちょ、待って、はいはい、すいません。何ちゃんと始めましょうよ。ちゃんと始めましょうよ。行きますよ、行きますよ。はい、リゲガリ、よーし、スタートだ。そういうスタートなの、はい、全く意味あんのかなって俺も思ってる。すげえ打ってんすか、皆さんは。ハーデス2回打った、うん、出ました。2回ごとに打った。おお、すげえ。だから多分今日、え、なんだ、え、いや、謎か。27ゲームっす。いいぞ伊藤。はい、投資2000円。いいぞ伊藤ってチームじゃないですよ。あ、そうか。なんか応援されちゃった先輩から。いいぞ伊藤じゃないですよ。あ、俺がヒゲ剃られる確率が上がったわけ。そうです、寒い位置になったわけ。もう、まあ、はい、ケルベロス。90スタート。なんかこの4人だと特に話すこともないですね。お前並びでやるっつうから、なんかさ、いや、なんか、いや、なんか、はい、だって教室成功がヒゲしかないんだもん。そりゃそうだよね。他にあるかな、なんだろう。最大者。ああ、最大者や。なんか微妙な感じですね、2人微妙な。お前ちょ、お前触んじゃねえぞ、デリケートなとこ。最大者。あの、僕、あー、ちょっと待って、お前今会話の真ん中じゃん。扉の前に行きましょう。なんか最大者問題があるみたいな。あ、そっち片付けてから。俺もうこっちしか、まあ、待って一回ヤクさんから見よう。え、僕最大者。え、僕一人で。最大者じゃない。僕分かりました。一人です。ディボース。ディボース。あー、何やねん、もう、これ俺のせい、今の。俺のせいなわけ。おかしいと思うんだよな、俺。あ、別れたんだって僕言われましたからね。あんな軽くね、俺終わりましたから。はい、キッチン室、すげえキッチン室。あと何個あるかな。赤い。あ、赤い。赤い。赤いのはこれ飛び締まりかけるだけで、うん、締まらへんから、あんま締まった履歴いる間にもう一回来ないんじゃない。なんか締まったら、ね、あー欲しいな、チャンスが。なかなか締まんないな、あれが。あー、めっちゃ合ってます。赤い一番役あるよ。はい、90ゲーム終わりました。貧乏でした。貧乏だった。いやいや、幼少期は普通。ああ、じゃあそれだって
え、リノ君は普通？僕は普通でした。あ、でも共働きだったので、俺だけ貧乏だったら、そういうのではなかったです。幼少期の家が裕福だったから、おいたち、の話それ極貧やったよね。ですよね、だからそうも違うな。極貧ではないですよ。チョコチップのビスケットだと思って食べようと思ったら、ハエ型が、ハエ型がついや、嘘だからね、これ言っとくけど、え、どっちだ、そんなあれだったんですか。幼少期はそこまでじゃないよ。初耳です。いや、だから違うって、嘘なんだって、木村さんと。あ、そうなんですか。こう、なんか僕思うんですけど、はい、このバトル系ってこう賞金が上がること多いじゃないですか、うん、で、まあ、もちろんこう賞金もらえるってめちゃめちゃ白熱するんですけど、僕ほんとひげ剃られるの嫌だというか、やっぱ剃りたくないんですよ。剃りたくないの？いや、もうめちゃめちゃ嫌です。嫁もいねえんだったら、嫁もいねえんだったらいいじゃん。そうじゃね、あれだ、もう新しい嫁を見つけんのに。じゃあ、もうって持てなくなるじゃないですか。いやいやいや、持てなくなるじゃないですか、ひげ剃ったら。逆にってなんすか。モテるようになるかもしれない。え、ちょっとでも聞きたい、その理由を。理由ですか、はい、理由はなんか、そのもともと結婚した時から、僕長野なんですけど、はい、その将来地元に行く、僕の地元に来るのがちょっと嫌だって話があって、そもそも東京でずっと暮らしたいって言ってて、でもまあジャンバリ入ってとりあえず連れてったわけですよ、大阪に、はい、でもまあその母体というか仕事の多さ的な大阪にいるべきじゃないですか、うん、なんですけど、うん、嫁がどうしても東京に帰りたいと。なるほど。ゆかりがあるところに帰りたいっつって、うん、まあ、僕仕事をちょっと減らして東京戻ったんですよ、うんうんうん、でも結局戻っても、あの地元には将来やっぱまあ50とかそれ超えないと長野には行けないなみたいなことになって、うん、だからついてきてくれないんだったらもう別れるしかないねっていう。なるほど。っていうところが、表向きはそんな理由でしょ。なんていうか、表向きの方が、裏向き、裏向きがある。裏向きとか言わなくていいんですよ。え、そうなの。いや、だから僕あのひげ剃ったらモテなくなるんでダメなんですよ。だから絶対にダメなんですよ。だって伊藤の中、あれひげって言えんの、あれ。まあ一応、不祥髭ですよね。いや、もうあの、まあ俺もそうだけど、いや、まあまあ同じような。泥棒ひげん、あれ。はい、鬼瓦ゴンゾーのやつ。じゃあ伊藤さんだけ頭それる。なんで。あ、ね、いやいや、ハゲガリ、ハゲガって何かって言えばいい。ハゲガ、すげえいじめられて。家より行って、ちゃんと。なんでお前隣の人と喋ってんじゃねえよ。そういうとこやって。ハゲガリか。いや、あのだとしたらもう狩られてんのよ。なんで俺が言わなきゃいけないの、それ。私も2枚目です。ヤングさんと同時です。伊藤にだって守りたいもんがあるんだよ。ないですよ、別に守りたいもんなんか。じゃあ守りたいもんで3つ。髪の毛。いや、守れてないじゃん。いやいや、ブロックスポだ。それはだって別にいいじゃん。まあ、ヤングさんと俺は何度見てるけど、リノ君見たことないでしょ。見してもらえないよ。いや、見してもらえないよ。別に居酒屋じゃねえのよ。だって距離が離れてるから。だって守りたいんでしょ。いや、見えないよ、そっからじゃ。ちょっとだけ。見えない、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 見えない。ひげじゃねえの。まぶしかった。ひげじゃねえの。目が詰める。いつも俺毎回いつもあ、たこ焼きだなって。多分バグひげより短かったのは僕が希望しますな。初めて見ました。いつもなんか番組で帽子取ったりするとなんかぼかしが入ったりしてるんで、いつも見れないんですよ、映像だと。可愛らしいやろ。いや、なんか可愛らしいっていうのもちょっとあれですけど、あの、え、もうヤンさんってそれ何もしないですか。何もしない、頭も、うん、じゃあ本当に仕上がらん、うん、だからずっと染めてて、あ、染めたんだ。中がこうなってるって思ってなかったの。ここまで白いとは。で、そのあのやらかしがあって、はい、坊主するかってしたら、もう真っ白けやないかってなって、あ、じゃあもうこれでええわって。それぐらい白いとかっこいいですよね。なんか染めてるみたいで、玉置浩二か広志ヤンかみたいな感じなので。まあまあまあ、確かに確かに。あ、そういうとこな。あれ、玉置浩二と同じライディアやった。ちょっと待って、まあ頭のひげ真っ白じゃないですか、うん、他の毛はどうなんですか。あ、足は黒いですよね。黒い。はまあ、あの白混じりが。でも真っ白ってわけではない。全然全然。お前だってさ、お前銭湯とかサウナ行ってさ、うん、ここ真っ白のおじいさん見たことある。あ、でも確かに見たことないっすね。大体黒いで、ここ。確かに。あ、じゃあ上だけなんだ。そうそう、多分赤光が当たるところっていうか、脇毛もまあ黒いじゃん。上って栄養が行きにくいですかね。なのかな。
いやいや、あの色があるだけいいじゃん別に。栄養の話し始めたらそう色の話関係ない。ちょっと待って、今日ヒゲ狩りだろ。ハゲ狩りじゃねえんだよ。何度も言うけど3度目、3度目の正直。もうあいつおしまいっすよ。ペルゾイってヨシっつってるやつは、え、ペルゾイってヨシってやつはおしまいっすよ。おしまい、確かにな、おしまい。当たってヨシだったらわかるけど、ペルゾイってヨシってやつな。でもめだけ心出しって話ですから。でも何も当たんない人たちよりいいんじゃない。一緒だよ。だからジャンバに入った時点でヨシって言うの一緒っすよ。笑っていいのかどうか。悪口やそれ。いやいやいや、もう一回めちゃめちゃ悪口ですね。受かった時点でね、よしってなる。そうそうですね。入り口に立っただけだって。そう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 。あれ、ま、あ、あれ続くね。あれこれもう当てんといけんやつだ。でもいい加減。まあ黄色だよ。はい、よしっていいね。おお、今チャックしてたんすよ、今日だ今、ねね、よ, しよしって、いいね、いいね、ねよしって、ね、いやもう、ね、プレッシャーやばい。新番組決まったみたいな感じだよ、これ、ね、あ, あ、最終回、最終回、最終回迎えました。よし、よしせっかく新番組決まったのに、当たるのは最終回の3枚目でございます。3枚目、まあ、ヤングさんと木村さんはもうすぐヘルゾーンには行きますよ。行く行く、666で。おお、来た来た、初めて出た。あらららら、ありがとうございます。うわー、来たねー。これは当てさせて、来た。何がいいや、何がいい。いや、それはヤングさん汚いっすわ。これは当たりだわ。ボタンなしでも当たりやろ、これ。何もしなかったら当たりますわ。だねー。ちょ、あの、黙っといてもらっていい？ちょっと。いや、ずるいですよ、ヤングさん、それは。はい。あ、うわあ。おお、ズバババババ。やばい、やばいぞ、これ。しかも、ペルセポネなんじゃないですか。23,000。ジャッキメント。あーダメ。うわあ。おお。やった、お母さん。はいはいはい。頑張っていこう、ペルちゃん。300目指すぞ。違う違う、そういうんじゃない。おー、強い。ありがとう。いっちゃって、いっちゃって、ドゥッドゥンして、ドゥッドゥン、ドゥッドゥンやれよ。ダメか。違う違う、惜しい、惜しかったな今。惜しい、いやいや惜しいとかじゃないでしょ、うん、あと1個やで、だってやばいやばい、そういうことじゃないんだよ。頼む頼む、だちょうどいいんじゃないですか。平均150やろ。だって200、300円ってこれ心臓発作でね、あの雪なんてのありますよな。もう 本望やで、そしたらもう。いや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 、ペルセポで200で心臓発作は本望じゃないでしょ。いやまあええやん、なんかあの人ペルセポネで死んじゃったよって。終わっちゃったよ。終わっちゃったよ、383。大丈夫、俺ヘルグレーブ得意だから、ヘルグレ先生と呼ばれておるから。あ、それは私もう4枚目いっております。うおー、はい、888です今。4桁見えてきましたね。見えてきました。これも4枚目。あら、なかなか早いっすね。危なかった。おお、あああ、出た出た出
た。これはこれは名誉揃い一六三パーよ。え、なんだろう、どこ狙う。あーでもさすがにチャンス目どっちかじゃない。どっちかよ、あれは。うわ、チャンス目であるんだ。ウーハーすごかったけどな。人騒がせなんだよ。夜逃げ並みにきちい。そう、夜逃げのがきちい。何の興味もねえ、フィジーは。ヘルクレイブ、レイブ夢中だから今、自分の。本当にもう大人のおもちゃ。じゃあ頑張ってる、ね、すごいね、すごいね、お兄ちゃん、お兄さん、はい、頑張ってるね、うんうん、僕頑張ってんの。おい、おお、あ、これはいったんじゃない。60ゲーム結構長いな。いいよ、どんだけやねん。もう、ね、今おすすめのロックバンド、今おすすめのロックバンド、そういう話をしながらとか当たると。あね、今ね一番旬な絵、うん、RC サクセッションやね。終わっちゃった、終わっちゃったじゃねえかよ。それはそう、終わっちゃったじゃねえかよ。バカ、ね、なくなっちゃったんだから。ね、そんなの終わっちゃったよ、ね、ね、あ、なんか遅いんだよ。せいきましたよ。あら、これ絶対当てちゃいけないですよね。あと300回転なんで。あ、来た、また、あ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 、さすがにそれは五百歳、いきなりですか、これ。いや、うん、いやいや、何も引いてない、強いな、何も引いてないよ。え、ただ、目は、なんか7が出たりとかはしてました。ああ、はいはい、状態、あ、4回、あのブラックホール、ブラックホール、ブラックホール3回目でプチューってなる。あ、はい、引いた、はい、お、あ、はい、終わらない、はい、3で終わることあるでしょ、あるでしょ、これで終わることは。おいで、終わった。じゃあ今当たんない方が良かったやつやろ。なんで天井、いや、もう試合に入ってる、あと1万じゃ、あと1万、バリバリバリ。ちなみに僕の右2つは天井行って7でした。おお、はい、天井なんだ。はい、1400で3の確率がグッと上がったな。いや、やめて、いや、そういうことじゃないです。余裕ない、本当に当てたい。お、黄色、続いて赤、一回続いて赤なんじゃない、これ。お兄ちゃん、よかったね、おもちゃまた手に入った ね、うん、ね、すごくよかったよ、うん、ほら3だ、5か、あ、いい目じゃないこれ。おじいちゃんね、あのヘルゾン地は赤いのしか止まんないから、いい目とかないんだよね。うんうん、あるやろ、うん、赤いのしか止まんないからね。うん、続け。おーおー、しゃ。あれ、あれ、よしって当たってないっすよ、ヤクさん。チャンスが続いとるでしょうが。いや、あの、ヤクさん当たってないっすよ、なんだよ。じゃあ、のリノ君がヘルゾン入ってヨシさん攻めてたじゃん。はい、おめえよ。ほら、A 目やんな、これな。だから、A 目ってねえんすよ。あー、ダメか。続け。なんだよ。ヤムさん、あれっすよ、よしって言ったからっすよ。絶対に当たりそう、当たりそう。いや、どうなんすかね、別に。ブラコール集団リップとか引いてましたけど、ちょい前に。何回で終わると一番良くないんだっけ。2で終わるとダメですね。前作で2です。さんと同じパターンかな。あー、当たった。おろ、あれいいな、うん、4と3とか4とかあんな、まあ、ずるいんだよ。いや、じゃあ俺一番最後に座ってますよ。だって皆さん選べた状況なんですから。お前がいろいろ動いてんだからな。なんか朝のことで言ったら、なんか、あ、こっちにしようか、こっちにしようかとか言って。やばいやばい。80ゲーム。リノ君ご飯行かないの。いや、行かないです。今何ゲームなの。じゃあリノ君1220です。あ、1200、はい、俺ら行ってくるね。ちょっとフォロワーやな。フォロワー頑張れよ。あと180やから10だから。10、うわ、嫌だね。俺らがご飯戻ってきたら天井にも行ってないパターンのやつ。いや、行きますよ、じゃあ、あの、じゃあ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 、すいません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 、じゃあ、じゃあとかじゃないです、すいません、あの、行くタイミングで行きますんで、はい、いつも通り、はい、ここまで1230回して微動だにしなかったんで、この台
大丈夫です。こっから微動だにし始めるんだよ。おめっちゃ怖いこと言うじゃないですか。今日初の中段キナナ30かな。そう50でかい。あ50でかい。ダメか。割れるやつないか。割れなかったっす。で乗るんじゃん。乗りますかね。あ、取った。あダメだ。あと130。あ来た来た来た。おやめてください。激アツ激アツ。うわ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 。右上がりじゃんこれだ。ほらららららら。俺が引いてあげちゃうからな。な、ま、曲がられた条例のおじさんだなこれね。俺が引いてあげちゃうからな。です。それもう一回中段来たな来て。いやもうヤングさんみたいな女嫌です。とどめだから。ヤングさんみたいな女。大人嫌です。そんな攻めるのやめてください。今引いていいのはゴッドだけだよ。そうですね。間違いないです。わあ。ただまあ。また上がった。あれだな。あいつ引いてくれればヒゲになるな。あー確かにまあ、うん、ちょ大事な局面ですね。もうどうしようもねえ当たり引いてほしい。木村さんとリノ君が冷静に考えたらどうしようもねえ当たり引いてほしい。天井行くか行かないかは、うん、当たれ当たっちまえ。いやめっちゃ緊張します。なんかすげえレアが落ちますけどめちゃめちゃ落ちてます。すごい引いてるよね、はい、めちゃめちゃ引いてます。あ落ちた。425枚です。しまった。いや勝ってはいないです。投資2万1000なんで、はい、まだマイナスです。でもあれだね、切り抜けたねきっとね。そのチャンス役ラッシュで当たんなかったら大丈夫そうか。本当に緊張してるな。江戸市さん、あと僕45です。45。あ、40ゲームならいったね。もういっちゃうな。何が出てくるか問題だね。そうですね。わあ、ああ、ええ、待って激アツは当たって激アツでしょ。刺さったやつ。いやそれ当たってます、うん、来るよ。雷がば、ああ違うのか。ビクともしない。確かにビクともしない。いいのか。あともうちょっと、はい、あと2ゲームです。おお、いった。はい、2、はい、1です。でこれで1400なので出目がサコナナ出ました。来ました。はい、1ゲームです。はい、クラッシュ、クラッシュ。はい、先にお伝えします。総投手が48本。あ、はい、ここから全開でいきます。四八先生や。はい。クシャ。はい。頼むぞ。ここで勝ち取れば、さすがにそらない俺は。3対3。いや、ないは避けたいよね。そうですね。思い返せば、16、17ぐらいにヒップホップが好きなのと、あとダンスやってまして、B-boy だったんですよ。その影響でヒゲを生やしてかれこれ25年ですよ。25年。まあまあでしょ。3段絶対ないから、絶対にねえから。ワイルドな時もなんか求めちゃうんですよ自分に。なのでつなげたりとかここを生やす時はあるんですけど、結局なんかね汚いなと思っちゃって綺麗にはするんですよ。でも僕のデフォはこれです。3位いたらもうソリ確定になら、もうだね。大丈夫です。なんでそんなこと言うんですか。100ゲーム犬。もういいですって。やべえな。さあこうなると木村さんがガゼ。いや、あのジジイか俺なんですよ。だから
お前剃ったら終わんのや一回で。自画自賛、自画自賛です。ありがとうございます。おめでとうございます。素晴らしい。いやお見事。いやちなみにですけど、ちゃんと3分の1をね、ちなみにですけども、はいはい、僕の右の方、右2つの方も天井ゴッドです。寒いし寒いし寒いし。ということは、グダグダ左に折れてます。はい、ということです。でも、なんだからほら、ヤンキーしよう、広島ヤンキーしよう。あ、そうだ。いいですか、あのヤクザ、あの、1000円もうなくなっちゃった。あ、全然いいですか、うん、すいません。ヤングショー、ヤングショー1000円いただきました。すいません。なんだヤングショー。すいません、なんかあのお菓子買いたいと思います。最ヤングショー。ありがとうございます。ありがとうございます。よっしゃ、4枚目。大好きなんですよ、三原明が。あ、そうなの。三原さん好きなんですか。あ、三原さん好き。三原でオナニーするって言ら言ってねえわ。なんで、なんでさ。待ちこいやー、ほら、金が減るゾーンや。金が減るゾーン。ね、声なし、どうする。よし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 、赤だ、赤ロック。来い来い来い、前足ゾーン。よし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 、あー、あー、あーですか。持ってきたね。よし、この7位すごくいい。これ長くすげえな。これ止まるわけがない、わけがない、わけがない。はい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 。よしよし、よし、よし、よし。さあ、マナザーレジェンド。うそ、マナザーレジェンド。見つけたやりたいこと、見つけたやりたいこと。